で今回はね、こだわりのカレーということで、さてですね、まあアニメの場合ですと、ね、味っこのアニメだと、パイナップルに、あれですよ、カレーを盛り付けて、で、主人公がそれで作っていく。作ったりとか、あとはカレーができた時に、そのカレーの中にコーヒーを入れる。ということで、よりそのまろやかになる。という、ことでやってみましたけども。まあ、これは、銀座じゃない。金沢でね、まあ、作った、カレーということにさせていただきます。うん。ちゃんと肉が柔らかいですね。うん。うん、もも肉っていうのかな。柔らかくて。うん。やっぱり野菜とね、果実の濃厚な味わいがね。うん。まあ、金沢風だから金沢風にして、このベーサーっていうのは作ってるんですね。まあ、こっちは五尺三寸のない話なんですが、まあ、自由に盛り付けとか、自由にカレーをつけてできるやつは237円で、まあ、そっちの方が安いんだけど、これは、ちょっと豪華にしたような、ものですね。で、そっちは、このように、うん。なかなかの。カレーの具材でね。うん。このいい味わいですね。カレーと、具材とはよく合ってね。なかなかの、いい風味ね。いらっしゃるな。いい感じ。意外とこう、なんつうんだろう、野菜が数時間経ってるから、1日とか普通だとは、下手したら1週間ぐらい経ってるのがさ、すごいドロッとした感じなんですよ。んで、風味もいいし、もうとことんまでもうとろけ込んでるっていう感じで、まあそこがまた、いいなと。いいところですね。結構いける。うん。味わいのカレーですなと。といった感じですね。ローマンの人でございました。